ありがとうございました、次にご来賓の方々をご紹介させていただきます、恐れ入りますがお名前をお呼びしましたら一度ご起立をお願いいたします。毎年打ち水にご協力をいただいております、横浜中華街発展会協同組合理事長高橋信正様、よろしくお願いします。今回横浜での開幕打ち水大作戦をご提案いただきました、打ち水大作戦本部開幕投手日本水フォーラムディレクター市原信之様、横浜の水源地道志川のある道志水源林の保全活動に多大なるご支援をいただいております。企業の方も参加してくださっております、株式会社ファンケル CSR 推進室課長皆川恵美様、メタウォーター株式会社 CSR 推進室長初俣茂様、本日は熱中症対策で打ち水を推奨しております環境省からもご参加いただいております、環境省水大気環境局大気生活環境室長吉川恵子様、横浜市からは中区長竹前勝、はい、水道局長山熊貴博、温暖化対策統括本部副本部長奥野修平、以上本日は暑い中ありがとうございます。続きまして本日の打ち水に多大なご協力をいただいております横浜中華街発展会協同組合から理事長高橋信正様よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは、ただいま、司会者より突然のご指名をいただきましたのでちょっと慌てて汗が吹き出しているんですけれども、大変真夏の何か、今日は一番、この日が暑いということで聞いております、皆様の、気合と、水で、どうかこの暑さを少しでも和らげて、町に、お見えに なる、来会社の皆さんにもなんとなく漁を楽しんでいただくというような形にしていただきたいと思います。こういった機会を作っていただいたことに感謝すると同時にやはり継続は力ということで今後も継続してまいりたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。続きましてはここから打ち水のお話に参ります。全国に打ち水を広める活動をしております打ち水大作戦本部からお越しいただきました市原信之様よりどうぞお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。打ち水大作戦本部事務局の日本水フォーラム市原でございます。本日は打ち水大作戦2018アット横浜エコ活で量を求むを打ち水大作戦本部の開幕打ち水大作戦として合同開催いただくことに対し大変感謝しております。先ほどご紹介ありました通り打ち水大作戦本部の打ち水大作戦は16年前に始まりましてその時は大江戸打ち水大作戦ということで東京都内での開催となりました。その時は34万人の参加で社会実験として開催をいたしましたけれども今すでに日本各地で打ち水が行われるようになりまして毎年500万人ということですっかり夏の風物詩として定着しているかと思います。これには横浜市さんをはじめとした自治体と横浜市中華街さんの皆様のような市民の皆様のご理解と熱意粘り強い取り組みがあってのものと感謝しております。さて打ち水大作戦本部は今年毎日が打ち水大作戦をキーメッセージとしております。これには打ち水をイベントだけに終わらず一人一人が実践する試みにしたいという願いが込められております。打ち水大作戦の醍醐味は何といってもみんなで一斉に行う楽しさです。ただ打ち水は風呂の残り湯だとかそれで二次利用するという形で一度使った水を使うというこの一定のルールがあります。そして水を溜めてるということは防災の観点からもとても良いことでございまして
その持続可能な社会という言葉が最近よく使われますけれども、こうした一つ一つの取り組みがその実現につながっていくだと思います。本日、打ち水対策を通じまして、環境のこと、また地域コミュニティの大切さについて考えるきっかけとしていただければ幸いと思っております。そしてぜひ、ご家庭に帰られた後も打ち水を日常のこととして実践していただければなと思っております。すいません、最後に、猛暑日が続き、地球温暖化の影響が明らかになってきております。打ち水はもっともっと注目されていきます。打ち水対策戦の主役は市民、私たち市民一人一人です。さあ、本日から夏の打ち水作戦始めてみましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、じゃあまず皆さんで打ち水を、していただきたいと思います。皆様お立ちいただいて、ここの看板のところの前までお越しください。とても暑いので3回だけ巻きましょう。じゃあ、私がですね、合図しましたら巻いていただきたいと思います。ではいきます。涼しくなーれ、涼しくなーれ。じゃあ最後の1回です。涼しくなーれ。はい、ありがとうございます。ではですね、この後まずご来賓の方たちで写真を撮りたいなと思います。でその後に関係者の皆様もこちらに入っていただいて、みんなで写真を撮りたいなと思いますので、はい、あ、すいません、オケと一緒か持っていただいてその方がいいですよね。ただ反応してじゃあその間にカメラの準備をお願いいたします。まずはご来賓の方たちだけで写真撮ります。じゃあ、はい、はい、チーズでいいですかね。じゃあいきます。はい、チーズ。じゃあもう一回いきます。はい、チーズ。あ、すいません、目線お願いします。はい、いきます。はい、チーズ。あ、ありがとうございます。はい、あとは大丈夫でしょうか。はい、では、その後関係者の皆様もこちらに、あれ、写りたい方いませんか。はい、皆様階段のところにどうぞお越しください。皆さん、関係者の皆さん、作戦会の皆様も、ファンデルの皆様も、メタウォッチャーの皆様も、水道局の職員も、皆さん、どうぞ。皆さん、どうぞ。ちょっと暑いんですけど、すいません。お願いします。にぎやかに皆さん、皆さん、皆さん、入んなよ。これで全員でよろしいですか。私も入っていいですか。では、すいません、ちょっとやたら右こちらに固まっている気がするので、ちょっと写真映えをちょっと気にしていただいて、まず真ん中からね、真ん中、はい、で左右って言ってくださいね。司会の方。ああ、私、じゃあ まず真ん中行きましょうか。はい、じゃあ真ん中の方、はい、いいですか。長くでいないんでよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。はい、真ん中ね。はい、じゃあ左。はい、じゃあ左。じゃあこっちから見て左でいいですかね。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。じゃあ右。はい、じゃあこちらです。こちら。はい、行きます。はい、チーズ。もう一回サービス真ん中。ありがとうございます。はい、チーズ。はい、OK。
ございました。ではこの後ですね、皆さんで中華街大通りに移動しますので、お時間ある方はお願いいたします。